2022年期待の新人である偽清楚系ドスケベアイドル AV 女優の丸井萌香ちゃん。今や無料動画などがたくさん見れてしまう時代に感じる、高画質で無 P 制動画が見たいと思うそこのあなた。そんな萌香ちゃんの無 P 制流出裏情報を徹底ピックアップします。かなりの美形な顔立ちにハイスペックな体をしている丸井萌香ちゃん。もともとは幼稚園時代から子役モデルとして活動している彼女は、人に見られる仕事をしてきました。2014年からは萌香仮として3年ほど地下アイドルをやっています。別のアイドルに楽曲提供をするほど作詞作曲の技術があり、レコード会社からも声がかかるほどですが、アイドルという立ち位置に関わった彼女はそちらの道へは進みませんでした。やはり人に見られる仕事が好きだったため、純粋にアイドルを目指していたのでしょう。2017年にアイドルを一度フェードアウト、次にアイドルとして現れたのは AV という形でした。一見地下アイドルが夢破れてアダルト業界に転身したように見えますが、もともとは AV 女優は憧れの職業の一つだったとのこと。18歳の時に AV 女優である浅井舞香のレズ作品を見て大興奮したと語っています。またイベントに通うほど AV が好きで、好きな AV 女優が多く、特に叶えるかはアイドルとして別格だと話しています。どうやら AV とアイドルは彼女の中では同じジャンルとして見えているようです。この性に対する偏見のなさから彼女はドスケベ女優と言われるようになりました。そんな丸井萌香ちゃんのプロフィール、生年月日非公開、サーサイズ B75W63H85 T カップ、デビュー2022年、身長 153cm、 出身地東京都。デビュー作ではがっつりスケベな美少女アイドルと紹介されており、インタビューでは手は私の趣味と語っていて、マジでドスケベというかモード変態です。ライターにも見た目からは想像できないレッチな性癖と AV マニアと言わしめるほど、ツイキャス時には私の夢は全世界の男が私でお PD をすることと語っています。キャスミンを沸かせるほどのユーモアさも感じますね。そんな丸井萌香ちゃんの無 P 性は果たして流出しているのか、詳しくは概要欄から。